こんにちはこんちゃんです。 ゲッセンさんがこの最初の8寸ででこの6寸間でで、この,、まあ、この2つ出されてであのー、え次次さらにこの8寸間をこれでも十分だったのにさらにここからビルトアップして最高の8寸間音ができるって前提だったんですけど今やっぱちょっとそのメンバーがですね まあ大学生のメンバーね、ゲッセンさんのあれで、まあ、ちょっとそれがまあ休止中みたいな感じになって。で、今日は、モーリンさんがですね、モーリンさんが、あのモーリンさんが、ご自身でですね、ご自身であの開発された、あのプロトタイプの、えー、と6寸間の清月っていう、新作メタル尺八の6寸間を今、あのモーリンさんかな、モーリンさん 独立の芸術作品として僕の偏見で作られたみたいな感じですごいの作ってて 3D のねあのモーリーさんめちゃくちゃ僕はあの本当にゲッセンさんのあのこのメタルシャーク8もう日本で一番最初にっていうかあのね無理やり交渉してあのモーリーさんと交渉させていただいてまあ、そこからちょっと仲良くさせていただいてるんですけどこれやっぱもうすごくてでまああのまあ 今まあそのメンバーがメンバーがちょっとね。えっ、ー、とちょっとお休み期間なのかな。ゲッセンさん確かね。入られててで、あのこの森さんがねまあ、その中でもね。えっ、ー、とまあ今プロ 3d の社が作られたで、これ確かに今日はね。えっと統制されてた方がこの方なんでえっ、ー、とね。東うさんとくじらか先生はあの？youtube されてるんで。 まあこれ届き次第多分 YouTube で上げてくださると思うんで僕はた僕もチェックしてねやろうと思ってるんですけど今あのだからですねその手頃でまあめちゃめちゃなる尺八うん、まあ、2万円2万円以内とか23万ぐらいで手頃でめちゃめちゃなる尺八っていうのにやっぱりみんな植えてて <laughs> まあだってもうこれ見せられるとこれ見せられると,これ,れるとこれ見せられちゃうと ああ、いいなってなるじゃないですか。やっぱり、竹の下価値があると、やっぱり5万から10万からなってきちゃうのでね、ただ20万、30万になってきちゃうので、ね、おじさんのタイプ A はやっぱり40万になってきちゃうので。って思う時に、やっぱりこの今ですね、レイザンチューン、レイザンさんがやっぱりあの、まあ、この前も、ね、コチをゲットさせていただきまして、あのすごい音程もばっちりでね、あのすごい吹き,吹きよくてね、あの音色もいい感じだって。 でまあ、ただ一応これタイプがですね折泉州さんのオリジナルタイプ A ではないタイプ普通になりやすくしたっていう改造のタイプだったんで僕ちょっとやっぱりちょっと気になりましてゲットさせていただきました折泉州のオリジナルタイプ A に近づけた感じねあの泉州さんのオリジナルタイプ A 買いたいけど とかいつか買おうと思ってるけど、とりあえず練習で使っていきたいね、感として、どうですかっていうね、こちらの方なんですけど。はい。あの、レイザーさんとですね、ちょっとコンタクト取りまして、来週ぐらいかな来週ぐらいに一回会おうみたいな感じになってるんですけど、あの、いや、これよ、良かったよね。あの、なんか、素手とか近くて、<laughs> なってるんですけど、まあ、その時にですね、あの、実際に、えー、っと、 エアリード X を、あの、レイザーさん、あの、持たれてるらしいんで、先週さんなね。え、それと、まあ、ちょっと比較して、吹き比べとかしていく、まあ、とりあえず前に、あの、先にファーストインプレッションとして、まあ、こっちにあれとこうかなと思ってね、あの、レイザーさんの U、レイザーさんの改造された改造 U をえ先にゲットして、レビューしていきたいと思います。こちらなんですけど、あの、こうやって書いてきてくれました。 くださいましたやったーあるんですけど。ま、ああの、ま、ついこべ、僕はつめこを言っても仕方がないので、まあ、このあたりはですね、まあ、来週、あの、レイザンさんにお会いするので、そこで、ま、レイザンさんにね、詳しくね、教えてもらうと思うんですけど、こことか、ここの指のところとか、こことか、いっぱい全部書いたらしいです。はい。ふ <laughs> で、とりあえず、これがですね、あの、言ったら、もうあの、この、これをゲットできていない方は、あの、 もう、ロス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 チャイルド並みの、何言ってんのあの、<laughs> あの、月星さんロスが激しいんですよ。あの、恋人にね、恋人に、恋人に振られちゃって、なんか寂しいなってね、言ってるね、男の子、女の子ぐらい、ちょっとこのロスが痛いので、このロスが痛いので、まあ、それをですね、あの、まあ、埋める存在になるかどうかとね、はい、ね、いう感じでございます。あの、 バッチバッチレーゾンさんに今作ってくれてるんで、まあ、もしね、これがですね、あの、まあ、選手さんへと繋ぐ、竹のいい尺八で繋ぐね、えっ、ー、と、架け橋のね、尺八の一つになればない,いなとね、思いながら食べました。はい、ゲットしました。さあ、行きましょう。いくであー。あー、気持ち めちゃくちゃ排気量あるよ、うん、めちゃめちゃ排気量あってめちゃめちゃ鳴らしやすいですこれ <laughs> あのー、音色で言うとこっちかな確かに書かれてたり音色で言うとこっちやし多分その3曲含んだったこっちなんですけど普通にあのー、普通に 君だっっったらここちちやねもう絶対も100こっちやと思います、はい、うーんいい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 いこの改造好きあのいや僕音色フェチなんですけどもうバンバン出せるも好きなんで好きです <laughs> これいいなこれいいなこれこれいいですねあのどうだろう 別にだから自分が含んでもいいと思うんですよなんかあのまあ,まあ竹のね尺八持ってる方は竹の尺八を含んでしょうけど。 とかだったらあの普通に車とかですねあの外で演奏するときにですね 普通にっていうか結構良くめにいい感じでいいと思います。はい。<laughs> これなるね。これいいっすよ。いいっすよ。これ。なんかあの、本当にあのお弟子さん、お弟子さんにもいいし、尺八初めて、前も言ったんですけど、法学部に入ると間違いないと思います。これ。これで練習していけば、あの、選手さんのオリジナルタイプ A もいけるし、 逆に言うとあのこのゲッセイさんのこの六寸間の発音でもいいこ <music> <music> いつは、ねまあ、こいつは性能はまあおかしいですねこいつ性能おかしいですけど おかしいですけど、ね、あのよ余裕で余裕でバッキバッキで使えると思いますはいいいなぁでもいいな,ぁいいないない最近の子たちいいねだって言ったらこう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 やるニューこれはね入手が難しいですけど今。 入門用の楽器で、この性能はずるいよね。モーリンさん、めちゃくちゃうまいんですよ。違うか。あの、う、まあ、この動画見てくれてもわかるんですけど、めちゃくちゃうまいんですよ。で、あの、 今その学生法学の人たちもうだから僕よりもうまい人バリバリいるんですよみんなめちゃくちゃうまいですよまあまあまあプロのめちゃくちゃうまいですけどあのやっぱりその楽器としての尺八が進化してきてであのやっぱり の入門の時から入門の時からもこういうねこんなやばいやつらに囲まれてたらそりゃまあまあまあほんでねあの藤岡先生とかもねいろいろ動画でもねええことめっちゃ教えてくれてるしねそりゃ手くなるよねうーんまああのまあ言うともしゃあないんね やっぱりその、まあ、体操でもさあの陸上競技でもどんどんどん,どんその更新されていくじゃないですか昔の記録あの体操とかでもそうなんですけどまあね僕も今年40年なんですけどねあのもう大学でね法学大学で画始めたんですけどやっぱ20年になってこのレイザンスさんもねレイザンスさんはあのおじいちゃん,おじ,いちゃんおじいちゃんですおじいちゃんです 僕の,僕の、あのー、担任のね、僕が高校の時の担任の、ね、先生と同じ部活だったらしいこと最、この前聞きました。あれなんですけど、ね、そのおじいさんのね、先生のね、先生の世代の方がこう若い人たちのためにですね、こうやってこう改造をしてくれてですね、 まあ、安価な値段でですね、お届けしてくれて。うん。いや、中国のですね、うん、まあ、もともと尺八は中国から渡ってきたもんですけど、中国の大学生の方がですね、安価でめちゃくちゃ勉強してるんですよね、やっぱりモーリーさんとか、ね。めちゃくちゃ勉強してて。ありがたい話ですよね。 はい、ということで、あのー、なんかした方がいいですかね、僕もね。いや、なんか、やったんですよ。<laughs> あもうこ、こから終わりで、カットで。いや、僕もやったんですよね、あのー、尺八とあの忍を、当初、まあ、一番最初はまあ僕があの尺八と忍でやってて、いろんな感を持ってたんで。 こんな変な笛吹いてる尺八吹いてる奴がこの世にいるよっていうのを世界中のね人に発信したいっていう思いで YouTube を始めてでまあまあなんだかんだやっててあのやっぱり独学が難しいっていうのでまあある程度独学できるようなえっ、ー、と講座を YouTube であの上げていってでまあいろんな尺八のデビュー忍びの,のデビューをしながらですねあのその間にもま忍びやったやっぱりその立平さん 蘭ョ、うんまあ、先生ね、秀勝さんとかリペさんとか、さあ、私はじめね、今だと田宗信さんとか、まあ、いろんな方がですね、もう本当に楽器のレベルをガンガンガンって上げていってくれて。で、あの、尺八回は尺八回でですね、あの、まあ、あの畜生さんとか、やっぱり新山さんとかから来て、まあ、あの、あの流邦さんのね、流邦官が来て、で、まあ、一条さんとかもそうなんですけど、千秋さんがですね、まああの もうちょっとその楽器っていうのをまあその西洋の楽器ときっちり合わせられる楽器っていうの,のもう楽器というところでの進化ですねあのまたまあその古典本局運々はも置いといてくださいぴゅんと楽器としての進化をしていってんでその進化の仕方でとりあえず一つエアリー e a d x っていうまあ答えを出してでえー、っとまあそのエアリー e a d x っていう一つの答えが出てから、まあ、やっぱりそこから振り返ってる時にえー、っとだからこのあたりの ゲッセンさんのやっぱ尺八のコンセプトとしてそのまた選手さんの尺八とも違うその設計であのまたこう違う方向性でちょっと、まあ、いっぱいお話ししてね違う方向性でちょっとあのやってるところもあってでもお互いがそのみんながみんなですね、えーとまあ、こうだったらどうだろうああだったらどうだろうって尺八の未来をすごい考えててくれて。 忍への未来尺、尺八の未来を考えてくれて。まあ、あの、和楽バンドの上長さんをね、含め、まあ、プロの方々がとか、まあ、アマチュアの方も含めて、めっちゃ楽しいよ。和がきめっちゃ楽しいよ。えー、でも尺八って高いんでしょこれ1万8000でした。これが3万5000円だったっけこれが2万5000円ぐらいだったっけ でこれ、あのオークションなんで、大体1万5000円から2万円ぐらいの間やったと思います。はい、まあ、そのぐらいで、あ、これ、あのちょっと秘密で、秘密であの、ゲッセンさんから、ちょっと秘密で、中国、中国あ、中国で今、一番いい社会を作ってる、いい社会、これ。<laughs> でしでょこれもねゲットしたこれでもね中国で5万円らしいですやばくない <laughs> やばくないやばいやばいせいやなこれも、ね、っていうまあこれ成八君をですね <laughs> キセさんがですねまあまあ成八君のメタルメタル化したりまあそういう感じでもう本当に盛り上げてくれて。 始め放題です、今。今。尺八も忍えも始め放題です。なので、あのー、ぜひですね、これ見られてる方は、もう尺八忍えね、されてる方ばっかりだと思うんですけど、あのー、もしお近くにですね、あのー、尺八したい、忍えしたいっていう方がいたら、もう、言ったら、これ売ってる時期は、これ売ってる、売ってる時期は、あのー、もうこれ買えばいいですし。 レーザンさんもね、どん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 作ってくれるって言ってたんでね、この辺もオークションでね、ありますしね。なるはちくんのね、メタルカが欲しかったね、季節さん、ね、普通にホームページとかで売ってます。これ手に入らないです。これ日本じゃ手に入らない。これ吹きたかった僕に来てください。僕に来てください。まあ、というもあるんであの、そのかしていきましょう。さあ 僕のですね YouTube のチャンネルなんですけどあのそんな感じでやっていきまして僕の中では一応一区切りついてでなんか最近ヌーブラとか吹いてたじゃないですか、うん、あのヌーブラとか吹いてたんですけどあのもっと何か面白いものもっと何かお伝えできるものあの結構ね入門 者の方とか中級者上級者の方がもっと上手くなるための講座っていうのは他のプロの方とかあの専務プロの方とかが町山の方とかもうどんどんよやってくれてるんですよだから僕はやっぱりもうそろそろその入門でこれした方がいいよいい音の鳴らし方シリーズっていうのも出せだって例えば社会人はくじら全然任せればいいと思うんですよ <laughs> も全部全部ぶん投げてねさ昨日戸屋さんとかもううぶ全部ぶん投げていいですよ僕 僕はやっぱりあれかな、エンターテインメントとにかく追求していきたいなって思ます。あの、例えばだから、この辺の、この辺の、この辺の入門楽器を使って、しかしちゃがしゃったん、ね、ぶ忍やったらもう、玉木があるんで、それを使って。入門楽器を使って、いろんな遊びをするみたいなシリーズをやっていけたらなと思ってます。では、 今日はですね、フリートークと、あの、レイザーザンさんの、レイザーザンさんのと、ゲッセンさん。だから、おそらく、しばらくは、まあ、たまにちょっと吹きたくなったこ、電話曲行くんですけど、この、この辺りを、この辺りを使って、遊んでいこうみたいなシリーズがもうちょこちょこね、増えていくと思いますので、あの、まあ、本格的に、本格的に、 一人でも多くね、尺八沼、篠上沼、沈めていければと思ってます。では、ここまで聞いてくれた方いるのか <laughs> 申し訳ない逆にここまで、ここまでなんかあのー、本当にダラダラダラ語ってるトークをですね、久しぶりに語ってますね。聞いていただくと逆に申し訳ないんですけど、ありがとうございます。では、またね。